JMS2023 で多彩なコンセプトカーをお披露目したトヨタ。今回は中でも市販化が期待できそうなコンセプトモデル3台に注目してみます。早速行ってみましょう。実現度1位 IMV0IMV0 昨年12月のタイトヨタ設立60周年でワールドプレミアされた IMV0 は 荷台などの仮装部と、シャシー側のデッキ部をボルトとナットで組み合わせて、オーナー自身が荷台やキャビンを作り上げる DIY なピックアップ、日本での販売も検討中とアナウンスされるなど、今回の展示車の中でも早期の導入が期待したくなる1台です。ボディサイズは国内でも販売中のハイラックスとほぼ共通。 今の日本ではダブルキャブ5人乗りの方が売れそうなイメージもありますがカーゴスペースの前半部分をキャビン化するキットなども提案されている模様ですメーカー自身が良品廉価とコメントするなど新興国でも手が届く圧倒的に安い価格設定を目指しているのも注目確かに実車はトラックなどに 近い仕上げのボディパネルや質実剛健な内装で、ベース仕様が200万円台で出てきてもおかしくない印象です。セグメント的にはハイラックスと被る部分があるとはいえ、200万円近く価格差があれば競合もなさそう。アウトドアやキャンプ、移動販売車などのニーズも、期待できそうな注目モデルです。 全長×全幅×全高パイプ5 3 0 0 × 1 7 8 5 × 1 7 4 0ト、mm、ルホイールベースパイプ3 0 8 5ト、mm、ル乗車定員パイプ2名実現度2位ランドホッパー三輪タイプの電動パーソナルモビリティのコンセプトをトヨタが手掛けたというのがミソ 車に詰めるように折りたためる三輪の電動自転車という新ジャンルは、自動車メーカーならではの発想ではないでしょうか。左右前輪のリンク機構やサスペンション、ディスクブレーキなど各部の完成度も高そう。バッテリーはハンドル直下に配置され、折りたたみ時には外してトランクルームのクレードルで充電することを想定。 航続距離は 30km、重量は 20kg 前後プラス約 3kg のバッテリーを想定しているそうです。市販化を狙ったかのようなフィニッシュですが、開発担当者に聞くと電動キックボードの件もあるので慎重に見極めたいが、売る気は満々上からも行けと言われています。とのお言葉。 電動ママチャリと同じような価格で売りたいということで販売が実現するなら10万円台後半の価格が期待できるかもしれません実現度は FTSEFTSE FT トヨタガズーレーシングが提案するカーボンニュートラル時代の高性能 BEV 一緒に公開された次世代 BEV コンセプトの FT3E FT3E と主なコンポーネントは共通で、操縦安定性や空力性能をさらに引き上げています。見どころは、スープラをスーパースポーツ方向に進化させたような、マクラーレンあたりのイメージも被りそうなデザインで、完成度はなかなかのもの。前後に一機ずつモーターを積んだ 4WD となっています。 BEV という設定を一旦置くと、このデザインで高性能スポーツカーを出せば今のトヨタなら売れそうな気が、デザイナー曰くエンジン搭載のミッドシップでも、多分いけるデザインとのことでした。全長は4 3 8 0ト、mm、ルを想定しています。 1> 1ボックスの通い箱や2026年に発売されるレクサスの LFZC もこの次世代 BEV のプラットフォームを使うためコストが下げられるのもメリットで仮に FTSE の発売が実現すれば頑張れば庶民でも買える価格に抑えますとデザイナーしインテリアはより未来的な印象で。 左右にスマホを配置したような異形ステアリングの構成は、レクサスのコンセプトカー LF-ZC でも、ほぼ共通と思われるものが採用されています。LF-ZC は3年後に市販版が出るとされているだけに、意外に現実的な提案なのかもしれませんね。スープラを超える高性能スポーツカーに期待しましょう。